今日は9月24日、秋分の日の振り替休日。なんか世間的には3連休の3日目らしいですね。僕なんか祝日は全然関係ない仕事なんですけれども、うちの近所がですね、オフィス街なんですよ。ビルばっかりで、だからこういう3連休とかになるとね、本当に人がいないんですね。本当に静かなんですよ。いやということで非常にいいですね。僕は人混み大嫌いなんで、こういう日にベランダでこうやってお仕事をするってですね、これが正しい休日の過ごし方ということですね。はい、いよいよ最近の歴史に入ってまいりました。はい、小泉はですね、ちょっと1回じゃ無理なんで、なんか複数回にわたってお話をすることになると思います。はい、でまあ、今日はその小泉さんのですね、小泉純一郎さんですよ、小泉純一郎さんの生い立ちとですね、で彼がその政権を取る、直前の日本の政治状況について、語ってみようと思います。小泉家って何かというと、あれはですね、横須賀のですね、任侠ですね、ヤクザですね。いやそんな悪いことやってるわけじゃなくて、手配師って言うんですよ。まあ、ヤクザもいろいろいましたよね。港でですね、労働者を集めてですね、でいろんなこの仕事を、差配する、そういう、まあ仲介業者ですかね。はい、幕末に港が開かれますよね、横浜がね。で、まあ、横浜がその商業の港に対して、隣のですね、横須賀はですね、軍港になるんですよ。そうするとその、近隣のその神奈川のですね、農村からですね、職を求めて、男たちがどーっと港にこう、集まってくると。はい、でそれを海軍さんがですね、まあ、労働者として雇う時に、その海軍さんとその労働者の、まあ、仲介役をやるような、まあ、お仕事ですね。でまあその日雇い銭稼ぎで集まってくる、まあ、要するに荒くれ男たちですから、喧嘩も絶えないわけですよ、ね、でそういう、男たちをこうピシッとこう、組織していくには、まあ、それなりのその物理的な力がないとですね、収まらないっていうことで、まあ、そういうことです、ね、だから、日本のですね、今のその広域暴力団の起源っていうのは大体港町が多いですよね。だから神戸港に山口組とかですね、あとは横浜の、住吉会なんていうのはもともとそういうですね、港町のヤクザから仕上がったわけですよ。っていう感じ で横須賀には、小泉組っていうのがありまして、でその組長のですね、又次郎さん、小泉又次郎さんっていう方が、これが純一郎さんのおじい様なんですね。はい、ところがですね、この又次郎さんっていうのはですね、そのヤクザ家業を継ぎたくないと。でちょうどあれですよ、自由民権運動が起こってですね、これから国会が開かれるってわけで、それで彼はですね、政治に目覚めちゃったんですね。それで毎日新聞 の新聞記者をやったりしてですね、でもう家業は継ぎたくないということだったんですよ。あとね、又次郎さんね、海軍に入りたかったんですよ。ね、やっぱ横須賀はさ、海軍さんがいっぱい町を闊歩していたから、まあ、かっこよかったんですよね。それで、その海軍の学校に入るっつって家出までしてますよ、又次郎さんは。はい、ところがお兄さんがですね、亡くなってしまってですね、そうすると小泉組を継ぐ者がいないっていうことで、お前戻ってこいっていうことで連れ戻されちゃったんですよ。それで、まあ、お父さんの命令で、まあ、いやいやながらですね、組を継ぐことになっちゃって、でもその海軍への未練を、断つっていうことで、背中にですね、ドラゴン竜のですね、入れ墨を入れるんですよ。入れ墨を。っていうのは
当時海軍さんはですね、入れ墨がある人はね入れなかったんですよ。入れ墨入れるってことはもう海軍は諦めて家業を継ぐと、まあ、こういうことだったんですね。まあ、苦渋の決断。でもやっぱり政治が好きで、あれですよ、大正デモクラシーの時にですね、民政党っていうのは、戦後の鳩山民主党につながる流れですよ。日本の二大政党のうちの一個ですね、に入っちゃって、で結局その家業の方はですね、弟に任しちゃってですね、で入れ墨をこのスーツで隠しながらですね 国会議員になりそう。で若槻礼次郎内閣の郵政大臣になってですね、この辺からすると郵政とこうつながりができるんですね、小泉家っていうのね。そう、男の子に恵まれずにですね、娘さんが吉江さんっていうんですよ。で、まあ、これが十一郎さんのお母さんですよね。それでその吉江さんがその民政党本部にこうね、まあ、お父さんを助けてこう出入りしてる時に、なんかね、なんかもう映画俳優みたいなですね、超イケメンの若者と出会うんですよ、その娘さんが。でその若者っていうのがですね、その民政党の職員をやっていたですね、鮫島純也っていう人で、鹿児島の出身でですね、もともと漁業をやっていたお父さんがですね、なんか事業に失敗して倒産しちゃってですね、でなんか一家離散しちゃったっていう悲惨な少年期を送ってました。なんか夜学に通いながら学校行ったみたいな、そういうことでよく分かってないですね、この人の純也さんの前半生っていうのは。でなんか一時期は朝鮮に渡っていて、日本領朝鮮でその朝鮮総督府のなんかお仕事もしていたようですが、よく分かりません。で、東京に流れてきてですね、東京の民政党本部の職員になったんですよ。でそこでその民政党の代議士である小泉又次郎さんの娘さんとですね、出会ってしまったと。それで一目惚れで駆け落ちするというですね、この純也さんって人がですね、の写真見るとですね、小泉そっくりですよ そっくり。なんかちょっとね、映画俳優みたいなイケメンなんですよね。それでまあ、お母さんのですね、だからその又次郎さんの娘さんの、その義江さんが「もう絶対結婚する、絶対結婚する」っつって、でお父さんはそんなどこの馬の骨か分かんない男にね、うちの娘をやらせないっつって猛反対したけども、駆け落ちしちゃったんで、でお父さんも折れてですね、じゃあ条件があると、じゃあそのね、純也君を代議士にすると、それから、うちの小泉家の婿養子になれと、これが条件だ、それでいいかっつったら、それいいですって言って、それで結婚したんですよ。そうね、あ、言い忘れた、大戦末期にですね、彼はお父さんね、純也さんね、故郷鹿児島にですね飛行場を誘致したんですね、飛行場を。海軍の。でそれがですね、結局特攻隊の基地に使われてしまって、200人ぐらいの若者がですね、そこから飛び立って帰ってこなかったっていうことがあって、それをすごい純也さんは生涯悔いていたらしいんですよ。でだからその戦没者に対する追悼の念っていうのはものすごい強い人で、まあ、これは後にその小泉さんのですね靖国参拝にこうつながっていくということなんですね。で負けましたと。でもう空襲でね、であとはもうそもそも日本海軍がなくなっちゃったもんですから、横須賀はですね米軍に接収されまして、それで朝鮮戦争特需で蘇ったんですよ、横須賀は。で自衛隊もできましたとね。でその頃十一郎さんが生まれたんですよね。で子供の頃の十一郎さん、大人になってもそうか、まあ変人だと っていうか、今のことを言うとあれですね、適応障害ですね、この人。周囲に全く合わせられない人なんですよね。
だからまあ子供の頃からあの子は変わってるねみたいな、そういうふうに思われていてですね、で慶応行ってますね、小沢さんと同じですね。でも慶応でもちょっとあいつ変だっていう そういう扱いだったようですよ。それでここもねよく分かんないんだけど、なんか女性関係でなんかトラブっちゃったらしくて、それでもうちょっとほとぼり冷ましてこいっていうことで、ロンドンに留学させられたようなんですよ。ここはね詳しいこと分かんないです。で、お父さんの方はですね、順調にその自民党の中でこうランクが上がっていきまして、まあその又次郎さんの引きもあって強かったんでしょうね。防衛庁長官だ。池田勇人内閣と里内閣のですね、防衛庁長官やってますよ。ですが、ここでですね、つまんないことで、失脚させられます。これは三ツ矢研究っつってね、三つの矢って言ってね、第二次朝鮮戦争が起こった時に自衛隊がどういうふうに動くかっていうシミュレーションなんですよ。それをね、三ツ矢研究って言ったんですけども、それがマスコミにバレましてですね、それで大騒ぎになって、ね、自衛隊が戦争準備してるっていう感じでですね、もうヒステリックに叩かれちゃって、それでたったこれだけのことでですね、ジュニアさんはですね、防衛庁長官を辞任に追い込まれたんですよ。そういう時代でしたね。息子の十一郎さんが後を継ぐんだけども、まあまあ変人であるということと、で彼が属していたのが清和会ですね。清和会は福田赳夫の時は政権に握っていて、で十一郎さんはですね、福田首相のですね、下側番といって、まあまあその秘書ですよね、下畑の秘書みたいなことをやらされていたんですけども、結局その福田赳夫さんがですね、田中角栄とぶつかっちゃって、核伏戦争しちゃってですね、それで結局その後田中派の時代になるでしょ、形成会の。そうすると福田派イコール清和会はですね、徹底的に干されたんですよ。そうだから田中からも竹下からも干されましてですね、だから福田赳夫さんを最後にもう首相も出せない、もう万年弱小派閥になってしまったんですよね。だからこう見てくると、小泉純一郎って人がですね、まさか首相になるとは誰も思わなかった、わけですよね。で彼にとっての、まあ、敵はですね、経世界なんですよ。田中派、つまり親中派ですよね。で自分はその、まあ、横須賀出身で、まあ、随分米軍のおかげでもね、家業も潤ったわけですから、基本的に彼は親米っていうのはそこから来るんですよね。まあ、ここまでが、まあ、彼の生い立ちとなります。小泉内閣成立直前のですね、まあ、90年代終わりから2000年にかけての日本の政界がどうなっていたのか見てみましょう。まあ、文字通り世紀末ですね。まずこの自社連立政権ってやつですね。これはもう反小沢、もう小沢が嫌いっていうだけでまとまった、まあ烏合の衆ですから。で実権握ったのがこのね、小沢のことをですね、悪魔と罵ったですね、この野中弘先生ですけれども、社会党がですね、大混乱です。野中さんがですね、社会党の村山富市さんをですね、首相に担いだ結果ですね、憲法9条守りましょう、自衛隊は違憲です、日米安保は違憲ですって言ってた、社会党の党首がですね、自衛隊の最高司令官になって、なんか海上自衛隊の観艦式に出ちゃったりしてですね、何やってんのっていう話で、まあ、これが原因でですね、まあ、左翼の皆さんお得意の派閥構想が始まりまして、割れました。社会民主党とですね、社会民主連合っていうのにこう割れるんですね。まあ、もう一個新社会党ってのはあんだけど、まあどうでもいい、ちっちゃいから。それで、社会民主党っていうのは社民党ですね、今でもありますよね。
はい、まあ、ミニミニ生徒になっちゃったけども、福島みずほさんね、今でも頑張ってますね。はい、仙石義人さんは後で抜けます。はい、でもう一個のですね、社会民主連合っていうのがありまして、これはですね、田英雄さんとかですね、菅直人さんとかですね、まあ、あの辺りの方々でございます。はい、でこの人たちはもともと社会党ですから、モスクワからですね、いろいろ、お金とかね、命令とか来ていたんですけども、そのソビエトがなくなっちゃったもんですからですね、そのこの時代はですね、ノースコリアですね、ノースコリアにどん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 こう近づいていったようですね。はい、だから新チャイナっていうよりは新ノースコリア、新キムファミリーっていう、まあ、そういうグループと思えば、まあ間違いないでしょう。ノースコリアにはですね、日本赤軍の生き残りの方々がですね、今でも平壌にお暮らしでありまして、これは淀河事件となって、日本航空機をハイジャックしてですね、その、日本赤軍のメンバーが、でそのまま平壌に亡命しちゃったという事件であって、でその、残党がですね、今でもかくまわれているんですね。はい、でこの人たちが実はですね、日本人の拉致事件に深く関わってることが分かってます。はい、で赤軍のメンバーの子供たちがいましてですね、でそれが、日本に戻ってきて、で実は政治活動を始めていてですね、市民の党とか市民の会とかいう名前で、地方選挙なんかにもう出てるんですよ。でその、日本赤軍とつながってる市民の党、市民の会とこの菅直人さんが、非常に深い関係があるってことが分かっていまして、でこの菅さんはですね、その市民の党、市民の会に、政治献金してると。はい、それからですね、日本人拉致の実行犯である北朝鮮の、まあ、工作員のシン・ガンスっていう人がいるんですよ。で韓国で捕まったんですけども、そのシン・ガンスに対してですね、について、除名嘆願のですね、署名活動が行われて、そこにこのカンナトさんは、サインしてると、つまり、日本人を返せじゃなくて、日本人をさらって北朝鮮の、工作員を釈放しろという、まあ、そういう、非常に分かりやすいお立場ですね、この方はね。はい、まあ、そういうことです。この鳩山由紀夫さんですね。はい、この方はね、分かんないですね、僕には。全く分からない。何を考えてるのか。おじい様が例の、鳩山首相ですよ。一郎さんですね。鳩山一郎首相ですね。そうそうそう。吉田茂のライバルだった。で、その鳩山一郎さんの流れを組むのが自民党の、こっち、清和会ですから、清和会に入るかと思いきや、なぜかこの人はですね、田中派だったんですね。そう。で、もともと数学者で、東大からスタンフォード行ったという、まあ超頭のいい人なんですよ、数学では。数学では。はい。それがなぜかですね、この竹下派に、まあ、田中派、竹下派にいてですね、それで宮沢内閣信任の時にここを出て、でも小沢さんとはちょっと距離を置いていてですね、それで、この菅さんたちと手を組んで、作ったのが民主党なんですね。で、後で、まあ、2000年代になってから、この小沢さんたちのグループがこの民主党に合流して、で政権を取ることになりますが、まあ、それは後の話。はい、自民党の内部を見てみましょう。はい、まずこのですね、竹下派、形成会ですね、これがもう何て言いますか、もう、
最後のですね、最後の栄光の時代といいますかね、我が世の春といいますかね。でこの野中ひろむさんがですね、次々にこのね、軽い、お飾りの首相を立てますということで、この野中さんが、まあ、院政をしていた時の首相っていうのがこのお二人で、橋流さんですね、橋本龍太郎さん、はい、それから小渕恵三さんの二人ですね、はい。でこの二人はですね、まあ、同じ形成会なんですよ、形成会ですね、はい。で今までその形成会っていうのは自派閥からは総理総裁出さないで、で他のこういう、弱小派閥のリーダーを担いで、で実権に握るっていうことをやってきたんですが、野中さんがですね、なぜそれをやらずにその自派閥からその岡田理事長を出したのかっていうことですね、はい。でそれはですね、やっぱりその世論がですね、だんだんこの形成会社員に対して厳しい目を向けるようになってきた結果ですね、なかなか他の派閥のトップがですね、お飾り首相になりたがらないということが起こっていたんですよ、うん。であとまあ世代交代も進んでいってですね、でもそういう古臭い形成会院政みたいなのはもうやめようというような、そういう若手の政治家が何かこう出てきてですね、でその一人が、まあ、例えばこの、清和会の小泉純一郎ですよ、はい。で彼はもう勝ち目がないのに、このね、経済界の橋本龍太郎さんとですね、総裁選挙争って惨敗するなんてことを繰り返していた、うん。それからですね、こっちですね、これまあ前回の動画でお話ししたんですけども、高知会のですね、加藤浩一さん、はい、加藤浩一さん、宮沢内閣の、官房長官ですね、はい。とか、山崎派の山崎拓さんですね、はい。なんかがですね、なかなかその野中さんの誘いに乗ってこないということだったんですよ、うん。で特にこの加藤浩一さんはですね、もう政治信条が憲法を守りましょう、日中友好ですから、野中さんとは非常に近い関係でですね、野中さんは加藤さんのことをですね、魂が触れ合う仲なんて言ってるんですね、うん。だからちょっと待ってくれればね、この小渕さんが引退した後ですね、譲りますよと、総理総裁の座をとね、でこの竹下派形成会と、それからあなたたちね、宏池会で自民党を仕切っていきましょうよみたいなことを持ちかけてるんですが、これがなかなかですね乗ってこない、うん。やっぱり世論を気にしてるんですね。でこの頃からですね、この頃からインターネットがやっと広まり始めて、で加藤さんは自らのことを2チャンネルと言ってたぐらいですからですね、非常にそのネットの、世論を気にするようになってきたっていうのが大きいですね、うん。まあ野中さんのなんかもうネットなんか見ないでしょうからね。橋本龍太郎さんっていう方はですね、二世議員ですね、田中角栄にまあ可愛がられて、まあ、竹下の側近になった方ですよ、うん。でなんかいつもダブルのスーツをピシッと着ててですね、頭をオールバックにしてもうテカテカに光らせて、タバコをこう食い出せるっていうですね、非常にこの自民党らしからぬですねスタイリッシュな方で、割と年配の女性にですね人気がありまして、龍様なんて言われていた方ですよ、うん。ただね、あんまりそのなんていうのかな、派閥の中でこう生き残るっていうのが苦手な人で、うん、すぐね感情が顔に出ちゃうのね、この人ね。でカッとなりやすいし、あと嫌みったらしいしっていうことで、うん、自民党の中では孤立していたみたいですね。ただ外交は功績があって、クリントンと会ってですね、ビル・クリントンね、で沖縄の普天間基地の移設で合意したのはこの橋本政権ですよ、
だけど、この橋本政権っていうのは重大な経済失政をやってますね。消費税の増税です。で、3%だった消費税をですね、5%に上げちゃったのがこの橋本龍太郎さんで、はい、でその結果ですね、デフレが深刻の中で消費増税を上げた結果ですね、デフレが長期化してしまったというですね、これはもう失政ですね。はい。で、本人が、あれは失敗だったと認めてるんですよ、これについてはね。まあそういうことです。はい。それからちょうどアメリカのですね、クリントン政権との構造改革協議の矢面に立ってですね、でこの人も橋柳さんもですね、かなりアメリカに叩かれてですね、ですっかり小沢さんみたいにですね、反アメリカっていうふうになっていったようですね。日本が持ってるアメリカ国債を、売ってしまいたいという誘惑に駆られたことが何度もあるなんて言ってですね、アメリカをですね、ちょっと牽制するなんてことを言った人ですよ。だからアメリカから見ると相当ですね、こいつはダメだというふうな見方をされていたに違いない。そして、さらに女性関係ですね、中国が送り込んだハニトラにかかっちゃったという、これも有名な話、橋柳さんですね。はい。で、結局ですね、98年の参議院選挙で自民党が大敗します。まあ当たり前ですよね。で、まあ責任を取るっていう形で総辞職しました。はい。で、その後任がですね、小渕恵三さん、同じ経政界ということで、全く地味な人でですね、国際的にも知られていなくてですね、アメリカの新聞にですね、冷めたピザと、書かれた人ですよ、小渕恵三さん。橋本内閣のね、外務大臣だったんですよね。で、まあ、橋柳の失政、経済失政の後始末をさせられることになりまして、まあ頑張ったんですよ。頑張ったんですけれども、残念ながら脳梗塞で倒れてしまいました。はい。60代になったばっかりだったんですよ。若かったね、この人ね。で、その後ですね、野中が、まあ、自民党長老全部で5人で密談をしてですね、それでこの清和会、はい、清和会のですね、森喜朗さんをですね、後継者に、しようと決めるんですね。そうだから、この時は総裁選挙やらないで、森さんで、森さんはほら基本的にこう党内融和、みんな仲良くっていう考えなので、まあこのライバル関係にある野中の提案に乗って、で総理になったわけですよね。で、これが要するに民主による政権交代だっていうことで、マスメディアのですね、猛烈なバッシングを受けるわけですよ。そうで、マスメディアがですね、どうしてその自民党叩きに奔走したかっていうのはですね、これはそのマスメディアのその幹部クラスがもともとその学生運動やら、労働組合出身者で固められてきたんですね、80年代から。で、その影響なんですよ。で、このマスメディアとその、まあ、労働運動、社会主義運動との関係については別の動画がありますので、下のコメント欄にね、リンク貼っておきますので見てくださいね。で、こういった世論の動きを見てですね、このままいくと、まあ、次の選挙で自民党が大敗して、まあ、こっちのですね、野党の方にまた政権を奪われてしまうのではないかという、恐れが高まったわけですよね。そこで、
この加藤さんがですね、もうその形成会支配を打倒して、ね、自民党を生まれ変わらせようと、でその先頭に立つっていうことを彼がですね、決意してですね、野中さんに対してこの加藤さんがですね、反乱を起こすというですね、これがですね加藤の乱っていうんですよ。宏池会の加藤浩一さん、それから山崎派の山田区さん、それから清和会のですね、小泉さん、中一郎さんですね、これみんな同期なんですね。72年当選の同期なんですよ。ということがありまして、まあ、考え方はもうバラバラなんですけども、まあ、こういうつながりがですね実はありました。はい。でこれをですね3人の頭文字を取って、YKK と言いまして、山崎の Y とから加藤の K とそれから小泉の K ということ で YKK っていうそういう反形成会チームを作っていたんですね。はい。なので、加藤さんはですね、自分が立ち上がればこの YKK が乗ってきてですね、つまり、完全にこの、形成会をですね、包囲できるだろうと考えたわけですね。はい。で、野党がですね、森内閣不信任案を衆議院に出すという時に、加藤浩一さんがですね、これに賛成すると、はい、つまり宏池会が、自民党主流派を裏切るということですね。これかつて宮沢内閣不信任案が通った時に、小沢一郎さんのグループがですね、賛成に回ったと、あれの再現を彼は考えたわけですよね。そこで、かつて小沢に煮え湯を飲まされたこの、野中さんはですね、激怒しましてね、もう加藤を絶対許さんと潰すということで、猛烈なですね工作を仕掛けます。でつまりその加藤派の議員たちにどんどん電話してですね、で絶対に加藤に同情するなと、でもし乗ったらもうただじゃおかないと圧力をかけた。はい。小沢さんのやったですね、選挙制度の改革によって小選挙区制にもなってました。はい。ということは、自民党からは1人しか候補者を出さない、1選挙区で。で自民党の公認得られないっていうことはですね、野党に鞍替えするか、さもなく無所属で出るしかないということですから、これはですね、国会議員にとってはもう死活問題なんですね。うん。この公認権、その自民党の候補者としての公認するかどうかっていうのは、これもものすごい実は権力になっていくんですね。まあ、これがこの野中さんの権力だったんですよ。うん。これでこの、加藤派はですね、震え上がると。はい。橋本龍太郎はですね、橋龍はですね、加藤浩一を評してですね、こう言ってますね。熱いフライパンの上で猫踊りをさせてやる。それからですね、山田区さんはこれに乗ったんですよ。この加藤の乱にですね、乗ったんですけれども、小泉、はい。これ小泉はですね、YKK の友情を優先するとするとですね、自分の直接の親分であるですね、この森喜朗さんを裏切ると、背中から刺すことになりますね。そう。それで加藤がですね、同調を迫った時に、小泉さんはですね、なんて言ったかというとですね、こう言ったんですね。YKK は友情と打算の二重構造だ。YKK は
ゆうちょと田さんの二重構造だなんていうですね、つまり友情は持つが打算で俺は動くと、つまりあんたの誘いには乗らないよということですね。はい、つまりこの時何が起こったかっていうと、この森政権を守るために慶政会と清和会、小泉含むが手を組んで、でこのですね、宏池会と山崎派を、叩き潰すということになるんですよ。はい、でいよいよですね、不信任決議の日がやってきましたと、ね、2000年の11月ですね。ホテルオークラっていうところで、この宏池会と山崎派のですね、合同の会議が開かれて、それで、どうもですね、どん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 その、野中の工作によってですね、裏切りが続出していると、でどうもこれは自分たちがね不信任に乗ってもですね、勝ち目がないってことがもう明らかになってきた、ということでこの加藤さんがですね、今回のことは自分が起こしたんであるから、自分は不信任案に賛成票を投じる、で別にそれで自民党除名されても構わんと、ただし宏池会の皆さんは自分と同じ行動は取らなくていいと、かっこいいですね。はい、そしたらですね、そばにいたこの側近のですね、谷垣さんですね、谷垣太一さんがですね、この親分の加藤の、腕を掴んでですね、加藤先生は大将なんだから、大将が一人で突撃なんてダメですよ、俺たちだってついていくんだから、でもう泣きながらですね、泣きながら加藤の腕を、掴んだと。はい、で加藤がですね、もう目をうるうるさせて、顔真っ赤にして立ち尽くすシーンがテレビで流されました。はい、で結局宏池会山崎派もですね、欠席をするということで話がまとまったんですが、この日の国会はですね、大混乱でですね、明け方までやってたんですよ。そう。で、その間、加藤とこの山田君はですね、やっぱり賛成票を投じようって言って、国会まで行きかけて、で、結局勇気が出なくてそれができない。で、またホテルに戻る。これをこの人3回やってますね。そう。で、結局ね、反対票を投じないんですよ。へたれたんですよ。かっこよく見せといて、うん、いやダメだねこれ。で逆にこの谷垣さんがですね、このあんたが大将発言で結構男を挙げましてですね、はい、でこの人のうちに自民党総裁までなりますからね、野党時代に。はい、なお麻生太郎さんはもともと宏池会です。だってこの人はだって吉田茂のお孫さんですからね、母方のおじい様が吉田茂ですから、もう宏池会直系じゃないですか。はい、なんですが、もうこの頃の宏池会とはですね、もう全くもう政治信条が違いすぎるということで、どん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 離れていきまして、でもこの加藤の乱の時にはこの人は麻生太郎さんはもう宏池会を出てますね。うん、でこのあと小泉の方に接近するということですね。はい、でまとめるとですね、自民党っていうのはこのね、3つグループがあったわけですよ、大きなグループが。はい、憲法9条を守りましょうのですね、この宏池会グループとですね、自主憲法決定制定のこの清和会グループ、はい、それから日中友好のこの形成会グループと、この3つのグループがありまして、まあまあ要するに親米派と、はい、民族独立派と、はい、それから親中派ということですよ、簡単に言うとね。はい、で今回のこの加藤の乱がもし成功していたらですね、もし成功していたら、彼らが自民党を出てですね、でこっち側と手を組んで、手を組んで、でまた新たなですね、新たな親中政権を作った、つまり民主党政権が9年早くできていたわけですよ。そう、
で、表看板は加藤さんだったかもしれないけど、まあ、要するにこの人たちが政権を握ったんですよ、この2000年の段階で。うん、それを阻止したという意味で、大きいですよね。うん、でこの形成会と宏池会が、まあ、潰し合ってですね、まあ、結局このあと宏池会っていうのはもう本当に、派閥としての手を流さなくなっちゃってバラバラになっちゃってですね、あまりにこの親分がへたれだったんで、でもうほとんどこれは崩壊しました、崩壊しました。はい、まあ、山崎もほぼ崩壊しましたね。はい、ということで、残ったのがこの野中形成会とそれから清和会なんですよ。うん、それで、まあ、このあと、まあ、森さんの人気が結局回復しなかったので、次の総裁をどうするかっていう時に形成会はまた走りを担ぐと、経済失勢の走りをまた担ぐと、はい、そして、清和会はそれは認めないって言って、でこの、小泉純一郎がついに登場するということですね。もし小泉がですね、YKK 加藤浩一との友情を重んじてですね、森さんを裏切ってですね、内閣不信任決議に賛成していたとすれば、彼はもちろん除名されますから、野党側に寝返っていたわけで、小泉と小沢が手を組むということもあり得たんですよね、実はね。だから本当に政治っていうのは一瞬先は闇ってよく言いますけどね、まさにこの、西暦2000年から2001年に起こったことっていうのはもう本当に、半年後何が起こるかわからないような、そういう状況だったんですね。はい、そしてこういう場合に加藤浩一っていうとあまりにも弱い人間だった、そしてある意味冷酷で喧嘩上手な、小泉がですね、生き残ったということですよ。うん、で人の喧嘩上手っていうのは多分そのおじいさんのですね、又次郎さんの血なんでしょうね。はい、ではこの次、いよいよ形成会をぶつぶつという話を次回、お話をしましょう。では。